友達の寮を出ました。今から、ミラノに行って、明日ミラノで一泊する予定です。夜行バスのバス停まで向かいたいと思います。いや、ギリギリ迷った。すでに無事乗れました。はい、今朝6時半なんですけど、今から、バス乗り換えです。ミラン行きが来ました。はい、ミラノ到着しました。お腹すいたし眠い。パンオーショコラと、ドーナツとアメリカーノを頼みました。これ食べたらプラダの、美術館に行きたいと思います。美味しすぎてクロワッサン追加で、買いました。ミラノの1日券を買いました。はい、最寄り到着。雨がちょっとかなり降ってるんですけど、一旦ちょっと頑張って向かいます。着きました。プラダの、創業した場所とミュージアムですね。はい、めっちゃすぐチケット取れました。トイレがめちゃめちゃすごい。これやばいでしょ。だいたい1時間半あれば全部見れるよってことだったんで、行ってみようと思います。意外とこう館内は狭めかもしれないですね。1時間もなくて回れるかもしれないです、パパパッと行く人なら。独特な建築はオランダ人の建築家レム・コールハースさんが設計したところで、ここの建物自体も結構魅力的ですね。ここがメインのビルみたいで、近代アート中心にいろいろ揃ってるところです。おお、すごい。なるほど、これ現代アートすぎましたね。これこれめっちゃ好きかも。ちょっと難しいですけど、なんか小学校の図画工作とかで作ったような。これはもしかしてヨーダのヨーダ先生アートやな。すごいです。これはザ現代アートって感じの。あとは、併設してる有名なカフェですね。バーカフェ。これが全体図ですね。普通に現代アート楽しかったです。はい、まだ小雨降ってるんでやってるかどうか微妙なんですけど、ちょっと電車で行ったところの川で、土曜日はいつも路上市場があるみたいなので、ちょっと雨で心配なんですけど行ってみようかなと思います。そろそろ屋台があってもおかしくないエリアまで来たんですけど、あんま見つからないですね。コンビニでお菓子買いたいと思います。いっぱい置いてあります。ワイン類はやっぱめちゃめちゃ安いですね。サラミと生ハムですね。はい、生ハムとジントニック食べようとしてたら、市場見つけました。あんまりイタリアの、地方とか、中心部観光地以外は、英語喋れる人がいないので、グラッツェ。はい、ここののどかな公園で食べたいと思います。ちょっと濡れてそうだけど、まあいいでしょう。いや、めちゃめちゃいいね。おお、すごい。洋服とかも売ってますね。めっちゃ安いですね。Thank you。 このオニキスのリングを買いました。急なスケジュール変えて土曜日に来て本当に良かったですね。お腹空いたのでここら辺で食べようかなと思います。買ったものとしてはプラダを着た悪魔と、プリティウーマンと、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートと、マイケル・ジャクソンのドキュメンタリーですね。おお、美味しそう。めっちゃうまい。メトロの2番に乗ってプラダの本店に行ってみようと思います。ミラノの中心地まで来ました。おお、早速すぎるでしょこれ。これもうあれじゃないですか、ミラノ大聖堂じゃないですか。で、こっち側があれですね、あの高級ショッピング街で、この中のところの一つにプラダの本店があるはずです。ザ高級ショッピング街って感じですね。プラダ本店です。ありました。うわ、これで、今からちょっと近くにあるスターバックスロースタリー、ミラノのスターバックスロースタリーによってマグカップ買おうかなと思ってるんで、マグカップ買ったら有名なピザ屋さんに行って、あとはそうかな、サンタマリア聖堂かな、あの最後の晩餐があるところですね。ちょっとチケットは3ヶ月前ぐらいにもう売り切れちゃってたので中には入れないんですけど、
ちょっと外見だけ見てホテルに戻ろうかなと思ってます。夜のライトアップの破壊力やばいっすね。普段のあのアラスカの日常とはかけ離れすぎててもう違うチャンネルですよね。完全にめちゃめちゃ綺麗。いや全然気づかなかったんですけどここでしたね、スタバ。いや中すごかったですね。今ミラノの、店舗初めて訪れたので全制覇まであと一つです。うわ夜になるとさらに綺麗になってますね。すごい。ミラノでかなり老舗で有名な、ピザ屋さんです。こんな感じです。このトマトの揚げピザとファンタを買いました。ちょっとあそこの広場で食べたいと思います。ホテルに向かいたいと思います。よいしょ。座って音楽聴いてるだけでもめっちゃ楽しいですね。到着したけどここ大丈夫そうか。なんかちょっと不安になってきたわ、ここのホステル。かなり怖いけど大丈夫そう、ここ。まあ死にませんでしょう。今日の宿です。20ユーロとかでめちゃめちゃ安かったんで朝食ついててめちゃめちゃお得っすね。とりあえずだいぶ疲れたんで、シャワー入りたいと思います。パリの時もあのホステルの子と仲良くなって一緒にいろいろ回ったのもそうだったんですけど、やっぱいいですね、こういう同じ部屋同士での出会いがあるから。とりあえず一旦お風呂入ってこようと思います。